山陽新幹線のこだまは、8両編成の700系や500系を使用します。以前は100系を使うなど、東海道新幹線にはない魅力がある点が特徴です。そんな山陽新幹線のこだまですが、わずかに N700 系を使用するこだまがあります。さらにその中に、博多小倉間を16両編成の車両で運行するこだまが1往復だけあります。そして、N700 系を使用するので、グリーン車もあります。早い話が、このグリーン車に乗ってしまおうというのが今回のテーマです。ネット予約でグリーン席を取ろうとしても、このこだま780号は自由席しか表示されないので、グリーン席は時刻表に書いてある通り、車内でしか買えません。というわけで、夜の博多駅にやってきました。こんな角度から見たことはないでしょ？それもそのはず、ここはホテルの部屋から撮影しています。さすがに夜遅い時間になるので、家に帰るほどの元気はありません。普段は多くのタクシーが客待ちしていますが、雨が降る休日の前日なのでタクシー待ちの行列ができています。新幹線が到着する様子も見える部屋ですが、長い前置きはこれくらいにしてホームへ向かいましょう。22時48分発の小倉駅こだま780号は、普通車は全車自由席です。そして、確かに16両と書かれています。そもそも、山陽新幹線のこだまで N700 系が使用されているのは、博多新下関間だけです。あとは、グリーン車がない500系と700系のみとなっております。20丸の表記が16両編成という意味です。確かに、こだま780号は16両編成です。ここが速度が変わるところですね。こんなあからさまに書いてあるのは初めて見ました。いよいよ16両編成なのに、のぞみではない新幹線が入ってきました。東海道新幹線だと当たり前の光景でしょうが、山陽新幹線では異例の編成です。ご覧のように、こだまと書いてあります。そして、これは間違いなく16両編成です。目の前に16両編成のこだまがあるのですが、16両は、のぞみとひかりしかありません。博多からは、1日1本しかないので、わざわざ書く必要はないのでしょう。4両編成のこだまがあった頃が、懐かしく思います。16両だからこその長さです。N700S を期待しましたが、そもそも山陽新幹線にはまだないんですよ。朝と夜の鹿児島本線は415系をたくさん見ることができます。しかも珍しいボックス席の415系です。さて、本題に戻りますが、今回は、こだまのグリーン車に乗ることです。案の定、誰も乗っていません。山陽新幹線で、1列4席というのは、珍しいものではありません。博多駅を出れば、
次は終点の小倉駅です。走り出せば18分で到着します。このこだまは全車自由席のはずと言いたいところですが、当然のことながらグリーン席は指定席扱いです。22時48分発の小倉行きです。自由席は1号車から7号車までと11号車から16号車です。8号車、9号車、10号車はグリーン車で指定席です。22時48分、帝国通りに博多駅を静かに出発しました。小倉駅には23時6分に到着します。ただこの時点では自由席券でグリーン席にいます。時刻表にあったようにグリーン券は車内でのみ発売されます。博多南線と同様、この辺りでも家は多いものの、博多駅や天神へのアクセス自体は悪くないですが、こちらの方が車の依存は高いと思います。ちなみに山陽新幹線に近いところを並走しているのがかの犬鳴峠に通じる福岡県道21号です。車掌が来ました。ここはグリーン料金がかかるが構わないか確認されましたが、当然グリーン席に乗ることが目的なので全く構いません。そしたらこれが出されたのですが、内訳を説明しますと、まず博多小倉間の通常期指定席料金は2290円です。グリーン料金は100キロまでが1300円で、通常期指定席料金から530円を引いた額とグリーン料金を合わせた3060円がグリーン席料金となります。しかしすでに自由席券990円を持っていますので、差額の2070円を支払うということになります。ちなみに乗車券は1170円なので、合わせまして4230円が山陽新幹線で博多と小倉間を利用した場合の料金となります。当たり前ですが、鹿児島本線でグリーン席を利用した場合は JR 九州の運賃が適用されますので、もう少し安くなります。さて新幹線のグリーン席といえばこのレッジですね。ご自由にお持ち帰りくださいと書いていますし、すでにグリーン料金を払っていますので持って帰っていいんですよね。ただし、すぐに戻しました。ご覧の通り、誰もいません。多分、他のグリーン車も誰もいないでしょう。だって、自由席も席を選び放題でしょうから。片道だけの営業運転です。翌日6時36分発の下りこだま771号も16両編成なので、このまま朝まで留置されるのでしょうか。だとしたら車内清掃はいつ行うのでしょうか。折り返しで使用する場合は清掃員の方が待っているのですが、遅いからいないのでしょうか。結論から述べますと、博多南まで改装され、翌朝小倉まで再び改装されます。なんだかもったいない気がするのですが、セキュリティや線路の点検のために仕方がないのでしょう。今回は山陽新幹線こだまのグリーン車でしたが、いかがでしたでしょうか。実は利用者が多い博多と小倉間ですが、それでも16両は十分すぎる座席数です。車内販売もなく、自由席でも余裕で座れますし、すぐに到着するので、わざわざグリーン席を利用する必要性を全く感じません。年間でどのくらいの人が利用しているのか気になりますが、限りなくゼロに近いでしょう。では、博多のホテルに戻らなければなりませんので、すぐに折り返します。自由席で。
こちらには何も表示されていません。博多行きはあと2本です。光の方が自由席は多いので、こっちにしましょう。上りの最終東京行きのぞみはかなり混むようですが、下りの最終のぞみはかなり余裕があると思います。そういえば、さっき乗ってきた16両の N700 系は、すでに改装されて消えました。次の光レールスターは、8号車の個室が利用できる数少ない列車です。かの超有名な方が乗ったのが、まさしくこの光レールスターです。